皆様、タワーマックジャパンの YouTube チャンネルにようこそ。はじめまして、私の名前はタワーマックジャパンと申します。私はイギリス人なんで、日本は10年ぐらいに住んでいます。名古屋に住んでるけど、今日は、愛知県なんで、家近くにちょっと通りに来たいと思います。ちょっともう迷子になった。あら、U ターンになっちゃった。そうだ。じゃあみんな、名古屋に住んでる人はここは絶対知ってると思います。瀬戸から多治見の道だね。19号線、昔このホテルはなんか旅館かな。今すごいボロボロ、誰も使わない、なんか廃墟になった。廃墟なっちゃったね。で、今日はちょっと中に入ってみようかなと思ったけども、やっぱりダメ。防犯カメラいっぱいつけてあると、もう書いてあるね、入っていかんよ、見てますよ、警察が来るよって書いてあるから、それは今日やめます。で、簡単に自己紹介 したいと思うけど、もう簡単に10年前日本に飛行士して、一番最初はレースのメカニックの仕事をやって、英会話先生じゃないです。ずっと車の関係ですね。車なんで、僕の趣味はもちろんバイクです。で、モートブログは今年から始めなんで、やっぱり僕は日本に住んでるから、日本語でモートブログ やった方がいいと思いました。だから今日初めてに、日本語頑張りますね。皆さん、俺の日本語わかるか、大丈夫かな。今週会社の同僚と一緒に車乗って、と名古屋の有名のラジオステーション ZIPFM で一緒に来て、友達、会社の同僚が、ねえ、あなたの日本語はこの人よりうまいじゃないって言って、なんかねちょっと怒った、それ聞いてから。なんで私は有名に ならないの。俺もそういう仕事やりたいなと思って、なんか失礼なんで、あのナビゲーターの名前は絶対出せないけど、有名な人ではないと思う。なんか一番有名な人はジェームス・ヘイブンズだね。違う人、多分メインのナビゲーターじゃないけど、すごい外人っぽい。彼の日本語はちょっと真似しますね。笑いませんか。なんかね、おこんにちは、私はラジオナビゲータージョンです。ジョンも本当の名前じゃない。今日は音楽聞きたいです、皆様、おすすめはクイーンです、イギリスのバンドクイーンです。本当にそういう感じですよ。で、発音は本当にダメってと思った。で、なんかわざとにするじゃないか。なんかみんなをすぐに覚えてるから、ああ私はジョンです、だから私は変な発音に使います。うわ、すごい顔は低いな。でもね、その友達が、いや、あなたの日本語は絶対この人よりうまいって言って、じゃあモートブログはいけるかなと思った。はい、だから今日皆様に私のモートブログ作ります。あとは私のことわかるね、イギリス人です。日
本は10年ぐらいに住んでいます。あとはバイクですね。俺のバイクは去年買ったな、去年の11月新車で買って、ヤマハ MT-09 です。お、何工事で、その前は、まあ今はね、俺はもうすぐ40歳けど、18歳からバイク乗って、だからもういっぱいいっぱい買って乗って買って乗って実行して売って、まあそういうこと。お、開いてるじゃん、この道いつも閉まっちゃうの。お、おーよかった。おい、おーとととととと、おー、なんで開いてるの、いいじゃん。どこまで話した。あ、そうだ、俺のバイク、MT-07 ですね。もともとスポーツバイクばかり乗った、600、700リットルでもちょっと怖いになっちゃった。今のバイクは本当に速いな、なんか200馬力のスーパーバイクいらないです。私このバイクは何、70馬力ぐらいかな、あれ十分ですよ。毎日使うからね、会社仕事行くの時はバイクだから、うん、ちょうどいいです。雨降って雪降ってなんか天気は関係ないになっちゃうね、パワーありすぎではないから。お、なんで、何、ここど初めてかな。うん、あともう少し止まっちゃうね、バイクのバイク見せるわ。30キロここ無理だ。おうおうおう、面白い、ここ何ここ、止まる場所ないか。まあちょっと上もうちょっと行こう。お、何これ、 Welcome to アイギー、アイギー書いてあった、アイギー何、Welcome to AIGI A-I-G-I、 もう分からんな。うわ、なんか、はん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 、なにここ、はん、会社ここ、あれ出れる、出れないな、はん、ちょっとちょっとちょっと、これなに、ここなに、ごめんね、ちょっと迷子になった。ここで何、15線に戻りたいです。うん、ここ何、道、ここ会社、会社、うん、で U ターンできないかな。うん、ごめんね、今この川沿いの、はい、うん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 、
やばいね、俺の最初の元ブロックはなんか逮捕されるぐらいになっちゃったな、やば。うわー、ここはね滑るな。なんだからタバコダメ書いてある、どこでも書いてある。なんか爆発するなことか。なんか匂いも変、この辺。何この匂い、わーお。ジャパニーズシークレットベースかな、くえー。制服はわからんかったな。なんちょっと帰ってから調べてみますね。うわ、ビデオもダメかな。カメラ外してくださいって言ってなかったね。よかった。なんかタバコ休憩したいな。ストレスがいっぱい出ちゃった。この道めっちゃいいけどな。夏に走りたい、ここ。グリップタイヤつけたら楽しそうな。OK、 じゃあ今日のビデオちょっと長くなったね、ごめんなさい皆さん。うわー、めっちゃいいこのコーナー、いいなー。うわ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 、石いっぱいある、やだ。うわうわうわ、あ、トラックいっぱい使う、トラックいっぱいいるからね。いいじゃんここ、走りたい走りたい。ダメか、うん、めっちゃいいな。あ、うわ、ここは、お、なにこれ、トンネルがある。じゃあ止まるわここね、タバコ休憩したいです、怖いからここに止まるわ。うん、うわー、怖かったな。皆さん見た？なんか怖い場所に止まったな。じゃあ、車来ないね。これは私のバイクです。18年モデルのヤマハ MT-07 ABS モデルです。今回のバイクはね、初めてに ABS のバイク買って乗って、なんか違うね。ブレーキフィーリングはちょっと違うな。でもまあすごい楽しいのバイクだよね。でとりあえずはリアセット、何、日本語は何、フットレスト、バックステップ、あ、バックステップだね、バックステップ書いて、でセッパハンアダプターもつけて、でヘッドラ、純正のヘッドライトはポイして、でこのちょうど 41mm のアルミブラケットで、このヘッドライトはハーレーのようかな、 X プライトのメーカーっていう。あとはないね、マフラーまだ変えてないね。マフラー変えたいけど高いね、マフラーは。でももうすぐマフラー変えるね。純正のマフラーは静かすぎるね。まあちょっとね、ちょっと怖かった山から休憩しますね。じゃあとりあえず今日のビデオは終わります。よろしくお願いします。チャンネル登録してくださいね。次のビデオは今からね、ちょっとワンポイント英会話やりたいと思います。でもうすぐ鈴鹿スカイラインが開けるね。もう雪はいちゃうから。